皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサとティナです。今日はリクエスト動画で私のね、日焼け対策、そう、紫外線対策を紹介したいと思います。皆さん知ってましたか？老化の 80% はなんと紫外線だと言われています。で、紫外線はね、私たち綺麗になりたい女性にとっては大敵になるんですよね。紫外線を浴びるとなぜ老化につながるかっていうと、紫外線を浴びると活性酸素が発生して、この活性酸素は私たちのね、細胞を弱らせて、さらに私たちの肌のね、張りや弾力を保っているコラーゲンやエラスチンなどに影響を与えます。だからシワやたるみ、すべてにつながって老化します。だからね、日焼け対策はもう必ずしましょう。で、私は日焼け対策をする前に必ずスキンケアで保湿をします。保湿されたお肌と保湿されてないお肌だったら、保湿されている方が日焼けがしにくいと言われています。まあ、夏場はね、暑くてベタベタするのが嫌だから、ついついスキンケアとかね、適当にやりがちなんですが、保湿はね、必ずやりましょう。紫外線には UVABC があるんですが、お肌に影響するのは UVA と B と言われています。 UVA は真皮まで届いてシワやたるみにつながります。 UVA は PA の後に続くプラス、防ぐ力が表示されています。で、続いて UVB はこのね、表皮までにとどまる影響なんですけど、シミやくすみ、あと乾燥につながります。で、これはね、 SPFの後に続く、この数字で防ぐことができます。この数字が高ければ高いほど長いことを防ぐことができるという意味になります。だから私が日焼け止めを選ぶ基準は結構ね、ここを見ています。用途に合わせてこの数字は選んでみてください。私が全体的に使っているのはこちら、モンストテック UV ジェル、こちらを使っています。こちらは SPF50、そして PA が 4+ だけど、お肌に優しいので使っています。ただね、これはお肌に優しい分取りやすいんですよ。だからちょこっとしたお出かけに使っています。で、がっつり海とかそういったレジャーに行くときはアネッサを使っています。ボディの塗り直し用はこちらを使っています。 UV カットスプレー、はい、こちら SPF が 50+、 PA が 4+ です。汗とか擦れで日焼け止めって取れてしまうので、こういった塗り直し用でスプレーがあると便利です。で、塗り直しはもちろんなんですけど、手では届きにくい首とか背中、そういった場所にもこうスプレータイプは便利で、これはね、逆さまにしても出るタイプのものになります。で、髪もね、紫外線の影響を受けやすくって、このカラーリングがね、退色したりとか、乾燥でパサついたりして枝毛につながったりするので、スプレーを使ってシャーっとかけています。あとね、こう頭皮とかも意外と日焼けしてしまうので、スプレータイプはおすすめです。こちらは白浮きがしにくい透明タイプのもので、9種類の美容成分も配合されてるということで、今回こちらを選んで使っています。お顔の日焼け対策はこちら、アクセンスーパーサンシールド EX、 こちらが本当におすすめです。こちら下地なんですけど、日焼け止めベースクリームになります。で、 SPF が 50+ で、PA が 4+ です。で、私のメイク動画でもたくさん出てくるんですが、これはね、ほんと毎年暑くなってくる時期に使い始めます。もうこれは何本リピートしたかわからないぐらい使っていて、本当に崩れにくいのでおすすめです。で、お顔用の塗り直しはこちらのラロッシュポゼ UV イデア XL プロテクションミスト、こちらを使っています。こちらはミストがすっごく細かいので、ムラなくしっかりと塗り直しができます。ロング UVA も対策できるし、ベタつきにくくサラッとした仕上がりです。もう一つお顔用で、ビオレサラサラ UV パーフェクトフェイスミルクです。しっかりお出かけするときはこのアクセヌスーパーサンシールド EX ですけど、近場で出かけるときとか、すっぴんでいるときはこちらのビオレサラサラ UV パーフェクトフェイスミルクを使ったりして、アクセヌとビオレをね、使い分けています。
こちらもね下地として使います。日焼け止めって言えばさベタベタするんですが、これはサラサラっとした仕上がりで、普通の日焼け止めとは違って皮脂崩れを防ぐタイプになるので、ドラッグストアの中で売っている日焼け止めの中で一番崩れにくいかなと思います。で、紫外線には UVA と UVB があると言ったんですが、実は近赤外線っていうものが降り注いでいるっていうのもね研究結果で分かっていて、近赤外線はロング A とかそういうものとはまた全く別物になります。近赤外線は UVA と UVB よりもさらに深いお肌のね深部、そう皮下組織の方まで届いてしまうんですよ。で、この近赤外線は長い時間じっくりかけてたるみにつながります。はい。で、さっき私が紹介したこのアイテムたちは残念ながら近赤外線には対応していないんですよ。この近赤外線を対策するアイテムはね市販ではねあまり出回っていなくって、で出回っていてもポーラとか出ているんですけどすごく高いです。で、他にもいろいろメーカーがあるんですけど、ドクターシーラボで3500円で一番安いなっていう印象でした。で、もっとね安いものないかなって調べたんですが、ポーラの大元の会社はポーラオルビスホールディングスって言って、オルビスとね同じ系列になるんですよ。そしたらなんとこちらです。そう、オルビスに近赤外線をカットできる日焼け止めがありました。はい、こちら UV カットサンスクリーンオンフェイスライトです。こちらはさっぱりタイプとしっとりタイプがありました。で、私はね混合肌になるのでさっぱりタイプを選びました。で、お値段がなんと1000円ちょっとです。で、気になるね使用感が一番大事だと思います。こんな感じですっごくサラサラ、水おしろいみたいな感じです。で、色がねちょっとベージュがついていて、このようにサラーっと伸びます。で、カバー力はねかなり薄いんですが、ある程度毛穴はカバーされます。さっぱりタイプでもちょっとねしっとりしていて、つけ終わるとこうサラサラに変わります。で、実際お肌につけた感じはこんな感じです。顔にのせていきます。こんな感じに、まあ、通常の下地を塗る感じで点置きをして伸ばします。で、すごくね伸びがよくって、で結構ねムラにもなりにくいです。見た目以上にそんなにカバー力はないですが、毛穴はね綺麗に隠れます。気持ちお肌は綺麗に見えます。皮膚呼吸できないっていう感じは全くなくって、軽いつけ心地でスキンケア感覚でつけれる下地です。気持ちお肌が明るくなるんだけど白浮きがしにくくて使いやすい日焼け止めです。はい、という感じでいかがでしたか。リキッドタイプはねやっぱりテカってしまいます。で、パウダータイプであればまあこんな感じで、まあまあ時間とともによく言えばツヤ肌、悪く言えば若干テカってきます。ちょっといろいろな組み合わせで使ってみて、合う方法が見つかったら毎日メイクで公開しようと思います。で、ボディに塗る方はなかなかね見つからなかったんですよ。で、これを塗るってなってもちょっとベージュがつくからお洋服汚れたりしたら嫌だなぁと思って、ボディに対しては近赤外線対策はもう物理的に対策する方法しかないんですけど、日焼け止めプラスこういうね日焼け止めのね手袋をつけたりとか、こういった感じでカーディガンを着たり帽子をかぶったり、あと目からね紫外線が入ってメラニンを出そうっていうね反応が起きてしまうので、サングラスもつけています。あとはちょっと変わったケアになるんですが、紫外線とか近赤外線は活性酸素を出して、その活性酸素が細胞を酸化させて老化につながるので、この抗酸化作用のあるコエンザイム Q10 をサプリで取っています。で、私が飲んでいるのはこちらです。ステラの贅沢コエンザイム Q10、 こちらは肌細胞の新陳代謝を上げてくれます。
で、コエンザイム Q10 って疲れを取るサプリメントで有名なんですが、お肌も綺麗になるし疲れもね取れるからとても気に入って飲んでいます。あとはトマトに入っている成分リコピンは飲む日焼け止めとも言われているので、積極的にトマトをね取り入れています。あとは人間光合成ではないけど外に出て日光を浴びることによってビタミン D が作り出されるんですね。やっぱり日焼け対策をしているとどうしてもビタミン D が不足してしまう。骨が作られないので骨粗鬆症言えない、骨粗鬆症になったりするので、で食べ物からだとキノコだったり魚介類卵なども積極的にお食事に取り入れています。ビタミン D が摂取できるこういったね DHC から出ているマルチビタミンのサプリメントを飲んでいます。マルチビタミンはビタミン C、D、E とかそういったたくさんねビタミンが取れるのでおすすめです。あとはこういったね飲む日焼け止めサンターブロックっていう商品とかも出ているので、これがあると日傘の下にいるぐらいのカット力はあるとは言われています。日焼け止め塗れないお肌の弱い人とかにおすすめです。あとね日焼け止めを塗るとどうしても普通のあのボディーソープとか石鹸では取れないので、こういったタッチ&クール UV ウォッシュというね日焼け止め用のクレンジングを使っています。こちらメントールが入っているので夏場ね暑い時日焼け止めをクレンジングしながらスーッと爽快になるので気に入って使っています。使用しているアイテムすべて下に載せていますのでよかったら見てください。はい、以上が私のね日焼け対策になります。結構ね日焼け対策してます。何かねあなたの参考になれば嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になれば高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。